You're listening to Ricky's Podcast Courage. This is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組は、ポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお送りしております。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や、機材情報、海外情報、ライフハック情報を、Apple Podcast、Spotify、Stand FM をキーステーションにマルチ配信しております。さあ、今日もですね、新しい機材、ロードキャスタープロ2、ちょっとですね、前回の放送からマイクの、いろんな調整をさせていただいて、DSR を調整したりとか、あとはコンプレッサーを調整したりとか、ノイズゲートを調整しまして、若干前回よりも音質が変わっているんじゃないかなと思うんですけれども、リスナーの皆さん、いかがでしょうか。今日もですね、元気にアメリカ、カリフォルニア、ロサンゼルスから収録して、お届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日お届けするトピックはこちら、神スタジオアーム PSA1 プラスポッドキャスター向けです。わーというテーマで、はい、というテーマでお届けしていきます。ちょっとですね、まだサウンドボードが慣れてないので操作間違えてしまいましたけれども、というテーマでお届けさせていただきます。ですね、この度機材の新調に合わせて、スタジオアームも購入させていただきました。で、おなじみのロードですね、大好きなんですよ、ロードさん、ありがとうございます。本当にロードさんのね、商品いいんですよ。で、このロードさんが出している PSA1 というシリーズのですね、ブームマイク、スタジオアームがありまして、このスタジオアームの中に PSA1 の1個上のモデル、最新モデルということで PS1 プラスっていうのがあるんですよ。このブームマイ、スタジオアームがですね、ストリーミング、ポッドキャスト、ブロードキャストシーンで使えるスタジオアームになっておりまして、水平のリーチで 1.5 メートル、垂直のリーチでだいたい90センチ。結構ね、水平のリーチが広いので、横幅の長い、デスクとか収録環境であったとしてもかなり広くリーチできるですね、こういうスタジオアームになっております。で、実際にですね、今スタジオアームつけてみたんですけども、いやー、これがもういろんな角度からでも、曲がっててもズームしててもですね、もうマイクのアームを握ればですね、すぐにこうマイクが追いついてくるようなですね、そんな感じのスタジオアームになっています。まさかここまで追いついてきてくれるとは思っていなかったので、すごく嬉しいですね。びっくりぐらいするぐらいです。で、ちょっとまだ使って2日ぐらいなんですけども、分かったメリットなんかですね、お伝えさせていただきたいなと思います。まず冒頭にもお伝えしましたが、リーチが広いですね。リーチが広い。今アメリカにいるですね、スタジオというか仮の家のデスクなんですけども、これ結構横幅多分1メーター30センチぐらいあるんですけどね。でも結構横結構右端遠いんですよ。遠いんだけども、その右端の端の端にこのマイクのアームつけてもですね、届くような感じになっています。やっぱり3000円の Amazon で買えたルリングアーツのマイクスタンドアームよりも長いなという、ね、安定感があるなという感じがしますね。そしてもう一つ驚いたのはですね、これマイクの角度を固定してマイクアームいじったりするとですね、結構こう大体こうマイクの角度の向き、決めた向きが毎回変わっちゃってたんですけども、これはね、PSA1 プラスは変わらないんですよ。もうこれね、マイクの角度、決めた角度がどれだけマイクをいじってもですね、変わらないっていうですね、もう本当に特殊設計になっています。はい。ですので、マイクの角度にこだわる音声配信、ポッドキャスターの方はですね、ぜひ PSA1 プラスを購入してください。そしてですね、PSA1 プラスはですね、デスクの、の板にも挟めますし、またデスクに机に穴グリグリグリって開けて、そこにですね、
なんかこの機材を固定することもできる。だから机の真ん中とかにも好きな場所にこうグリルで穴開けて機材通して固定するっていうこともまあできていきますね。だからスタジオを作りたいとかっていう方にも非常に使いやすい内容になっています。でですね、実際動作すごくスムーズなんですよこれね。の動作ね、結構こう他のブームマイスタジオブームだったりするとこうなんかこう動作した時にちょっとこうグリグリ音がしたりするんですけども、これあんまりしないですね。ちょっと実際にこう動かしてみましょうか。はい、これね実際に動かして今動かしているんですけれども、あんまりまあちょっとこうグラグラっていう音は入りますけども、すごく静かな感じです。こんなに静かとは思いませんでした。そしてですね、やっぱり PC をの画面を見ていてもですね、そんなにこの、スタジオアームが邪魔にならないっていうところが嬉しいですね。前はね、ちょっとね、こう、なんですか、邪魔になるっていうか、ちょっとね、君ちょっと端の方にいてくれよみたいな感じだったんですけど、すごく自然な感じで、このね、マイクを固定してくれている、しかも邪魔にならない。というね、すごくね、設計がいいですね。本当にパソコンの画面見ながら今、マイクをですね、右横から当てて収録してるんですけども、本当にこう、パソコンの画面もすっきり見えるし、マイクもさりげなく横に置いてくれてる感じだし、いやー、こんなにありがたいな、相手にありがたいなと思ったことはまずないですね。はい。そしてですね、ケーブルマネジメントがすごく楽です。このマイクの、スタジオアームのところにですね、ケーブルをプチッてさせるようなですね、このプラスチックの金具、工具っていうかね、プラスチックの部分がありますので、ここにケーブルをですね、XLR ケーブルとか USB のケーブルを、まあ、回すだけでですね、非常にこう、なんつうの、さりげなくちゃんとケーブルマネジメントがされているというところが非常に嬉しいポイントです。さらには、ですね、これはですね、やっぱりね、ロードのロゴがかっこいいというところがあります。はい、あ、今回はちゃんと決まりましたね。エコーが嬉しい限りです。はい、ロードのね、このね、ブームについてロゴがねかっこいいんですよ。これがね、なんかね、ロードって書いてあるんですよ。ここロードを使ってるってね、すごくね、テンションがこれだけで上がりますね。非常にかっこいいですね。はい、多分このなんかこのスポンジみたいな、なんかね、なんていうかな、これジャージの生地みたいなやつでこうロードのねロゴが入ってるんですけども、これで多分この存在感をうまく隠してくれてるなっていう感じがしますね。黒いこのねロードのねロゴがついてるジャージみたいな生地のなんていうのかなこれあれ隠してくれてるんですけど、それのおかげでですね、非常にこう黒くなっているので、まああんまり邪魔にならない感じに、うまくまあうまく逃げたなっていう感じがしますね。はい。はい、ここまでは、ロードの PSA1 プラス、買ってよかったメリットについてお届けさせていただきました。実際使ってみるとなかなかいいですね。やっぱりプロ仕様は本当にこうね、ギアが上がるっていうか、テンションが上がるっていうか、ストレスが本当にないですね。やっぱりこのプロの方が使っているだけあるなと思いました。はい、お金をかけるとはこういうことなんだなってね。改めて思いますね。いやー、これぜひですね、リスナーの皆さんにも買っていただきたいなと思います。で、どこで買うのと安いのかというとですね、実際すごく驚いたんですが、今回。先日、Amazon でプライムデーが、リスナーの皆さんありましたよね。そのプライムデーになぜか PSA1 じゃなくて、PSA1 プラスが、なんとセールで上がってたんですよ。すごいびっくりしたんですけども。いやー、そういうことがありましてですね、びっくりしてですね、ちょっとそこでは、Amazon ジャパンだったのでポチんなかったんですけど、やっぱ日本にいたら多分ポチってたと思います。3000円ぐらい安くなっていました。で、今でも Amazon でも取り扱ってますけども、安くはなってないですね。はい、安くはなってないです。島村楽器でも取り扱ってます。で、サウンドハウス見てみたんですけども、PSA1 しかありませんでした。PSA1 が1500円ぐらい安くなってますね。PSA1 プラスですね。これは、1じゃないですからね。そう。1じゃないです。そのプラスっていうのがちゃんとついてるのかをですね、必ず
確認して、お買い求めいただきたいなと思います。プラスですよ、プラス、あのちゃんともしあのどっちか迷ったらぜひツイッターで DM ください。ちゃんとこっちですよっていうの案内しますので、ぜひ迷ったらポチる前に、これで合ってるんですかって確認を、リッキーにしていただけたらなと思います。で、あと、まあ、3000円台とかで買っているような、買えるようなですね、マイクアームでもどうなんですかっていうね、質問があるかなと思うんですが、まあそれでも使えなくはないです。あの全然もう本当にあの用途は足せます。ただちょっとこう使っていくうちに、あれここってどうなのみたいなストレスがかかることがありますので、その辺ですね、ちょっとこうこういうことがあるよということですね、ご承知おきいただきたいなと思います。ちょっとなんかパソコン見たら邪魔になるとか、リーチが足りないとか、なんかうるさいとかね、そういうことがあるので、まあそういうことを避けたいという方はぜひ PSA-1 プラスをですね、入手していただけたらと思います。今日は神スタジオマーク、あ、失礼しました、今日は神スタジオアーム PSA-1 プラスポッドキャスター向けですというオンエアを紹介させていただきました。ぜひですね、ギアのアップグレード、マイクの固定に PSA-1 プラスを共にして置いてあげてください。こいつ本当にいいやつだと思うので、ぜひ激推してご紹介させていただきます。今日の合わせて聞きたいは、日本未発売ロードキャスタープロ2のファーストインプレッションということで、今先日から使っているですね、このロードのこのマイク、プリアンプじゃなくてマイクじゃなくてオーディオインターフェース、マルチオーディオインターフェース、こちらですね、非常に使いやすいので、このファーストインプレッションをご紹介しております。まだちょっとですね、このロードキャスタープロ2の音の調整が全部終わっていなくてですね、あのちょめちょめ音の調整しながらオンエアしていきますので、よろしくお願いいたします。今日のラジオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を聞き逃さないにするには無料サブスク登録壁に、あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。Have and for and for four days. 素敵な一日をお過ごしください。チャオチャオ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.